つ目安の目標である森崎さん、まあ、3位以内、はい、ここへ向けても大事ですね。まあ、そうでしょうね、うん、やはりこう積み上げてきたものをしっかりと結果で。本田、岩崎、ジエゴ、岩崎、ちょっと長くなった、バーンとシュートに行った菊池、そして長沼、んっとこれ中途半端なボールになった岩崎、早川好セーブ。今日で右に少しこうドリブルで、まあ、ここで左で作りながらジエゴ選手がオーバーラップしてくることで非常に、ね、厚みのある攻撃が仕掛けられてますよね。宮代チャンス、サガン鳥栖先制は宮代、ストライカーが、まあ、スローインからでしたけど、はい、まあ、ここで宮代選手がねちょんとうまく浮かして相手もしっかり見えてましたし、まあ、ここはね彼のテクニック、それから最後のフィニッシュの落ち着き、まあ、それがねゴールを生みましたよね。まあ、浮き球のねパスをしっかりと、長沼自ら突破、ここでクロス、本田、ポスト、いやー本田、まあ、ここで、まあ、長沼選手がねここで左足のシュートは腹、ここは岩崎の勝ち、樋口のマッチアップ、ただこのボールまた鹿島に出た、おーっと落ち着いてみるか、そしてまた広瀬だ、広瀬からのボール、快起、追いついた鹿島アントラーズ、アルトゥール快起、まあ、ここでねセカンドを拾って飯塚選手がうまく時間を作って、まあ、広瀬選手が、まあ、時間ありましたから素晴らしいクロスを供給して、まあ、ファーサイドの快起選手が見事にねヘディングで決めましたけど、はい、まあ、これだけフリーだと素晴らしいボールをね広瀬選手も上げられますし、まあ、ファーサイドの快起、まあ、選手の、まあ、ヘディングの強さを信頼して、うん、まあ、柔らかいボールをね入れてきましたよね。より欲しいかなというそれ、いった流れを作り始めている鹿島アントラーズ。さあ鈴木、中を見た、ああいいところを見た、仲間そのまま行った、一気に運んで、アンデ、ここまで赤のシュートに行った、いやー、おっと押し込んだ、あ、ただ落ちたんです、これはその後詰めてというところで、これはオフサイド、この左サイドでボールを受けてからもう中にねバットインしてドリブルで一人で運んでフィニッシュまで行きましたから、はいはいはい、まあ、セカンドのところね仲間選手もしっかりと狙っていましたけど、まあ、少しね出ていたにも1対1以降はゴール生まれそうで、ただまだ遠いという展開。さあ小野から宮代、リフレクションあって早川、ただまだして樋口からのボールが入ってくる、ここで試合終了です。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like, Subscribe, Get Push Notifications Like, Subscribe, Push Notifications